ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第12節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。シュート！これはゴールキック。これは惜しい。おっと、ファールを取られました。壁の選手が揉めているんでしょうか。15分経過。出た！シュート！コーナーキックを得ました。横にそれてしまった。さあ、チャンス到来。チャンスボールになるか。シュート！これはゴールキック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。頭でつないで、ジャンプ、ふわっと上げる。合わせた。コーナーキックになります。ボール回しに嫌われた。さあ、セットプレー、何をやってくるのか。ヘッドで、主審笛を吹いた。シュート！ダンブル！ハーポストを狙った。ジャンプ、いっけいっけ、ドリブル。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ、後半戦が始まります。流れを止めた。ここでシュート、ナイスセーブ。
オフサイドトラップにかかった。しなやかなボールタッチ。シュート入った。ゴール。ブリリアントゴール。先制点を挙げました。スロー VTR でご覧ください。動き出しが素早いです。まるでボールを持った仮面舞踏会。体を入れてきます。ヘッドで選手交代が行われるのでしょうか。キーパーファンブル。いいボールが出た。スペースを使う。さあここからどう攻める。おっと足がかかった。うわー、これは危険なタックル。退場でしょう、間違いなく。そして次節も出場できません。中西さん、これは痛いですね。これは監督も心配そうに見つめてますね。ここは集中どころでしょう。頭でつないで、危険なタックル。これは悪質なタックル。退場です。しかも次の試合は出場できません。これはチームにとって大きな痛手になります。彼なら、これはゴールキック。試合終了のホイッスル。虎の子1点を守り抜きました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。